おい、あでかいな、お前でかいな、子供いじめる大人や、お前でかいな、子供いじめる大人、お前何歳やねん。あ、小4です。小4でそんなでかいかい。内面チビで体そんなでかいってことは中身つっからかんってことやな。子供いじめる大人や、ケツけらしてくれ。子供いじめる大人や、腹やからスコーンよとなるんちゃうか。子供いじめる大人ですよね。そうや、うん。今日のターゲットに差し持っていい、子供いじめる大人や。そんな中身すっからかんないやつをケツ蹴ったらスコーン音鳴るんちゃうか。近所で有名な子供いじめる大人や。あー初めて見た。すいません。ねえ、あの写真撮っていいですか。ええよ、その間にケツ蹴らしてくれよ。はいはいはい、うん、はい。近所で有名な子供いてろいじめる大人ですよね。うん、ケツ蹴らせろよ。いきます。ツーショットもいいっすか、ツーショットも。いいよ。すいません。あ、サインもいいっすか。いいよ。すっげえ。はい、うんこ。あ、一応これ、あの、子供いじめろとなって書いてある。日付もお願いします。それもサイン、あ、写真いいっすか。あらだす、すいません。学校どこ。あっちです。第3です。さすがに学校の中まで入らないからな、俺も。はい、当然です。うん、はい、学校の中入ったらさすがにヤバいやつやろ。はい、うん。最近なんかいじめ足りへんって聞いてますよ。ああ、そうやな。はい、ターゲットがあんまおらんからな。でも今日のターゲットさしてもっていい。はい、はい、うん。これ、動画撮ってもいいですか。ええよ。もう一回お願いします。はい、いや、最高の撮れた。ありがとうございます。え、なんなんこれ、最近なんかさ、はい、求められんねんけど。あ、有名なんで、子供いじめろとな。嫌やろ。はい、辛いやろ。嫌でしゃあないやろ。嫌です、嫌です、めっちゃ辛いです。嘘つけ。いや、ほんまです。初期とちゃうやんけ、子供のリアクションが。俺が活動し始めた初期と。な、求めてきてないか、なんか。求めてないっす。これみんなに見していいっすか。いや、ええけど。あらだっす。なんか運気上がる的なことなってない。おい、嫌やで、求められたら。嫌がってるやつのいじめたいのに。求められたらなんかなるやんけ。待ち変えまーす。この町では僕のいる場所はなくなりました。隣町の子供をいじめます。こんにちは、ジャルジャルの福徳修介です。この度小説今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを発売しました。概要欄にですね、冒頭の1ページ2ページ分ぐらいを載せてます。気になった方は一番下の URL をポチッとしてみて、ぜひ読んでみてください。以上、小説の宣伝でした。バイバーイ。ジャルジャルのネタサロンが非常に充実してござる。おいらの時代にもそういうのがあったらな。僕噂で聞いたんだ、このジャルジャルに興味あるやつネタサロンのこのご紹介 VTR あんまり宣伝効果ないんだって。残念な結果でござるな。不透明すぎて入るのが怖い、そんなネタサロン。ジャルジャルアイランドもチェックしてござるよ。ジャルジャルタワー。